カードで着信。たまごっち。は、カードを読み込ませて遊ぶデータカード出すの一つ。テレビアニメ版。たまごっち。を題材にしている。2010年3月11日より、稼働開始。2011年10月より、カードでハッピー。タマゴッチタマハートコレクションにリニューアル。2012年12月12日稼働終了。後継機は、 同年12月13日稼働のたまごっちリズム、たまりすたまごっちと不思議な絵本以来のたまごっちのデータカード出す作品。システムが従来シリーズとは完全に一新されており、キャラクターデザインがアニメに準じるものとなった。今までのカードを使うことができなくなっている。DCD シリーズの大半はゲーム映像が CG だが本シリーズの映像はアニメのみで、 CG 映像が使われていない。また、二人で遊ぶの機能もない。カードでハッピー。たまごっち。からは、受話器を模した機器が、マイク部分のないものに交換された。2012年7月の下旬により、データカード出すアプリの配信が開始され、第5弾から、データカード出すアプリ対応のものになった。100円玉を入れると、カードが1枚出てくる。 電話をかけるたまごっちのアドレスカードをスキャンして、そのたまごっちと会話をする。もう一枚、アドレスカードをスキャンするとたまともを呼べる。カードに書かれたミニゲームも遊べる。100円玉を入れると、カードが1枚出てくる。ラブリッジ、メロディッチと電話で話すことができる。プレイヤーカード1枚と玉、ハートカード2枚をスキャンして、3つのミニゲームのうち2つを遊ぶことができる。 ありがとうございます。